はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。今回僕は、西武鉄道西武秩父駅に来ております。今回の動画はですね、西武秩父駅から、新宿まで、西武鉄道の新型特急ラビューに乗車したという動画でお届けしていこうと思います。その今回乗車する特急ラビュー号なんですけれども、その見た目からね、すでにミサイルなんていう愛称がついております。僕も初見、最初見た時から、ミサイルという愛称がぴったりだなという印象を受けました。今までに見たことのない新しい車両というコンセプトのもと、作成された特急ラビュー号、その魅力に迫っていきましょう。今回もよろしくお願いします。今回の旅のスタート地点となる、ここ西武秩父駅は2016年の10月から2017年の4月までリニューアル工事っていうのを、ね、行っておりました。温泉施設である祭りの湯、それから秩父宮城市という物販エリアも設けられておりまして、フードコートなんかもありますね。秩父の名物なのかわからないけど、わらじカツ丼なんてありますよね。あんなのも食べることができます。そして側面はこのようにして大きい窓、そしてこちらが正面、特急ラビュー号です。もうね、ミサイルというあだ名というか愛称がぴったりですね。いかついステンレスに身をまとっております。特急秩父号です。1万系の特急レッドアロー号と併用して運用についているようですね。そしてお隣のホームからは西武の4000系が発車をしております。この4000系もだいぶ歴史がある車両でして、1988年、昭和63年にリリースされた車両でして、現在では西武秩父から飯能駅間、普通列車で運行しております。クロスシート、ボックスシートなんかも用いられておりましてね、すごくユニークでレトロな列車です。この日は3連休の最終日ということもありましたが、車内はね、意外と空いていたんですね。これ本当新型車両なのに大丈夫かなと、採算取れるのかなと思ったんですけれども、ネタバレしてしまうと反応あたりから結構お客さん乗ってくるんですね。新宿行きなんですけれど、夕方は反応あたりからガーッとお客さんが乗ってきまして、この西武秩父駅から反応駅間っていう間はそこまで乗客は多くなかったので、非常に快適に旅を楽しむことができました。今回乗車するのは窓側5番の A 席です。乗客の方が多いとなかなかこのようにして車内の撮影をジロジロとすることはできないんですけれども、今回は、ゆとりを持って撮影することができました。洗面台ですね、こんな感じにカーテンでもしっかり仕切られておりまして、等身大の鏡なんかも、ありますね。これは女性の方にとってはすごく嬉しいんじゃないかなと思いました。こんな感じで通路もすごく広々としております。ラビュー号は正面も特徴的なんですけど、この側面も非常に特徴的ですよね。リビングのような空間をイメージしているようでして、正方形の窓が等間隔に配置されております。縦が 1m35cm、 それから横が 1m58cm とすごく見渡しの良い窓で景色を楽しめるということになっております。ラビュー号の座席はこんな感じです。割と広々としていまして、新幹線と同じぐらいの広さなんじゃないかなと思いましたね。座席も、ふかふかでして、すごく座り心地も良いです。こちらがテーブルなんですけど、テーブルも、割と厚いんですよね。厚みがしっかりあって、これだったらここでお弁当でもお茶でも食べても、問題なく、安心して食べれるんじゃないかなと思います。そしてラビュー号は座席のリクライニングもちょっと面白くてですね、横にこのようにボタンがあるんですけれど、一般の特急型車両だったら座席だけ倒れる、そんな感じなんですけれど、ラビュー号は横の肘掛けも一緒に座席とグッと後ろに倒れる感じなので、なかなかユニークな設計になっているなという印象がありました。特急ラビュー号新宿行き帝国通り西武秩父駅を発車しております。今走行しているここ西武秩父線なんですけれども、かつて1969年開業当時は秩父鉄道の鍵森駅周辺にあります武甲山という鉱山ですね、石灰石が取れる山として有名でして、今秩父鉄道が貨物輸送を行っているんですけれども、そこから石灰石セメントを輸送する路線として開発されました。
西武秩父駅を出発した時点ではこのように民家の様子が見て取れるんですけれども、この西武秩父線は私鉄でも少ない峠越えをする路線としても非常に有名でして、次の停車駅横瀬駅を出ますと小丸峠という峠越えを行います。まもなく横瀬駅に到着といったところでしょうか。冬なので日暮れが早く、ビデオカメラでの車窓の撮影が結構ね早い段階17時ぐらいで厳しくなってきてしまうんですよね。それから特急ラビュー号このようにして、窓に点がプツ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 あるんですけども、このせいで車窓の撮影がなかなかできない。こっちにピントが合ってしまうんですね。もがきながら、車窓の撮影をしております。横瀬駅を出ますとこのようにしてだんだん標高が高くなってきております。ここまで来ると結構山岳地帯に入ってきまして、トンネルの数も非常に多くなっていきますね。特急ラビュー号に乗車した第一の感想としては、遮音性がすごいなというのが挙げられます。外今トンネルを走行しているんですけれど、これでも トンネル内の走行音というのはそこまで聞こえなくて、車内放送の聞こえの通りもすごく良いなという印象があります。そして特急ラビュー号はいよいよ小丸トンネルに突入しております。ここ小丸トンネルは西武秩父線が開業した1969年に運用開始しております。全長はなんと4811メートルもありまして、当時1969年のデビュー当時は日本の施設で一番長いトンネルとしても注目を集めていました。現在停車中のところは小丸トンネル内、小丸トンネル信号場というところですね。東武東上線小川町駅から寄居駅、それから秩父鉄道と同様に西武秩父線に関しても単線で運行しております。ですので上下線上り下りで待ち合わせを行うときなどは複線化している駅、それからこのような信号場で上り下りの列車の待ち合わせを行うと、そのようなことが行われております。この001系特急ラビュー号がデビューしたことによりまして、既存で走っている1万系ですね、ニューレッドアローという車両があるんですけれども、そちらの入れ替えっていうのも随時行われていくとのことです。確か2019年内には入れ替えが行われるというようなニュースを目撃しました。乗車率は乗車率が増えるということもあって、大体そしてラビュー号の座席の下にはこのように、一席ずつにコンセントがついております。これはね、IT ワーカー、僕のような IT ワーカーにはすごく重宝します。ありがたいですね。そしてテーブルはこんな感じで、最初どうやって出すのか迷ったんですけど、下からグッと押し上げて出す感じですね。まあ、前にもテーブルあるんで、テーブル2個使う人いるんかなっていうのが感想なんですけれども、こちら窓に備え付けてあるカーテンなんですけど、これ冷静に考えてみてもカーテンめちゃくちゃでかいですよね。最近1%合計特急踊り子号に乗車したんですけれど、やはり窓の大きさがそもそも違うので、カーテンの下の丈がね、自分の膝より下あたりに来るっていう、そんな感じになっております。そしてこちら網棚、もはや網でもないのでただの物置なんですけれども、こちら透明な感じでね、クリアな感じになっております。飯能を出ますと入間市所沢と停車をして終点の新宿を目指します。入間市所沢あたりから結構人乗ってくるんですね。ライナー代わりに使用されているんですかね、まあ、ただこの時間から新宿行く方も少ないんじゃないかなと思ったので、なんでか分かりませんでしたが、ただ最後の所沢入間市駅ぐらいから新宿の利用者っていうのも非常に多く目立ちましたね。そして次の停車駅はいよいよ終着の池袋駅です。
西武線に関しましては、西武新宿から本川越を結んでいる西武新宿線、それから今乗車してきた西武池袋線、池袋から西武秩父を結んでいますが、その2つの路線が主流です。で、この特急ラビュー号に関しては、西武池袋線が主流のようでして、川越の方にはまだ乗り入れていないようです。今回特急ラビュー西武線新型特急ラビュー号の旅はいかがでしたでしょうか。池袋から西武秩父までは1時間20分約1時間20分、そして特急料金も710円、乗車券込みで1500円ぐらい、片道1500円ぐらいで行けるので、皆さんもぜひ行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。